皆様こんにちは。地方自治研究員日本課題ご近議クラブ鳴沢誠二です。本日もよろしくどうぞお願いします。本日はですね、課題ご近議54式から、5種類をですね2つずつ抜粋して紹介したいと思います。これからのご近議の練習の方法について、今までは登録形式だったものですが、一つ一つ分けてですね、覚えなくてもその場所で行って、そして体を活性化できる、そういった方法を行っていきたいと思います。よろしくどうぞお願いします。では、はじめは虎の儀から始めてまいります。虎の儀は腎臓周りを活性化します。腎臓周りのこのちょうど目のこのを刺激する動作、では行います。5本の指先を集めて中腰の状態、指の先端を目で押して、最初は腕だけの形を作ります。ではだんだん腰から背骨がねじれてきて、少しずつ左右ですね、足の裏まで、足首、膝ですね、そして股関節、背骨を通って肩甲骨、これは骨を練ると言います。季節は冬です。はい、で今度は2種類目ですね。小終点から大終点。背骨全体を大きく回して。初めは虎の儀を2種類紹介いたしました。この動画に行っているものをですね、こちらの野島公園で、金沢八景野島公園での練習に活かしていきます。よろしくお願いします。